なんで北大にしたのモテるから。それ以外の一切ないよ。モテるから。モテなかった。<laughs> 北大にしてもモテなかった <laughs>。まず、さ、情報系を選んだ時点で積んでて、情報系、最初クラス配属にしたら、40人のクラスに女の子3人しかいねえであんの <laughs>。 申し訳ないが、その女の子三人たちも全くそういうなんか異性とかに興味なくて、もうなんか粛々と勉強しに来ましたと。だからみんな真面目よ。失敗したのはまず学科から。情報系に行くべきではなかった。文系に行っとくべきだった。素直に。でもなぜかそこで、かっこつけというかわかるだろなんかそこでさ、文系を選んで、その、俗にまみれることに対して、自分に対して何か、 プライドがあったんだよね。わかるでしょ一個ずらすよね、みんなも。そりゃ遊びたいだったら、文系行くよね。でも、ちょさっきか、かっこつけたい君たちは、僕と同じく、情報系とか行っちゃうはず。で、数学科とか行って人生を後悔するはず。かっこつけて。ダメ。ダメです。行っちゃいけません。 情報系は就職だけは極めて良かったから、そこに困ることはないんで、人生を、のレールとしては、なんだろう、うほぼ完璧なレールは敷かれているんだが、僕の目的にはあんまり沿ってなかったな。就職は良すぎて、スニーカーを履いて面接に行っても北電受かったっていう伝説があるぐらいなんで。そのくらい就職がいいんで。 軽くスニーカー履いて受かっちまってるとかそのレベルなんでね。しかも白のスニーカーでした。お疲れ様でした。紐が、紐が、紐が、<laughs> 黒のリクルートスーツに白のスニーカー、それでも受かる。そんな感じなんで。北大の理系は。道内の就職特攻持ってるんで。特化ステータスなんで。まあ、それだけは良かったな。ただ持てなかったよ。 一切モテなかった。モテたのはね、ええー、まあ国内の文系の人たちもモテるんだけど、やっぱりサークルとか入ってる人が、まあモテるからサークル入ってるんだろうけどな、きっと。逆なんだよね。順番が。モテるからサークル入ってる。サークル入ってるからモテるわけでは、きっとないんだろうな。サークル入って、あの、他の大学と交流してる系のサークルに入るんだよね。モテる人たちは。他の次大とか。 えー、札幌言ったら、なんだっけ、教育大学とか、でしょ。あと、私立だったら、北西学園とか、北海学園とか、そういうなんかさ、絡むやつ。他の、他の大学と。それが、しこたま、リア充、とかしていたね。リア充。僕、サークルさ、それで僕もさ、サークル入ろうと最初思ってたのさ、僕も。で、 もう僕やっぱちょっとひねくれてんじゃん。<laughs> どこ行ったと思うモテたいっていう思いはあるけど、なんかまっすぐ、その、軽いスポーツサークルみたいな、いろんなスポーツみんなで遊び気分楽しみましょうみたいな、そんなところ行くのはちょっと、あれだったから、僕がそのパンフレットを持って行ったのは、えー、手品研究会です。手芸、手芸サークル。 僕が行ったのはね、手芸サークル。そしたら、北電の敷地内になんかサークル文化会館みたいなところがあって、それの今も覚えてるよ。2階の奥にひっそりと手芸の、その手芸部の教室みたいなところがあって、そこ、胃の息を飲んで行ってノックしたけど、だーれもいなかったんだよね、そこ。誰も。休みだった日だったのかな。 放課後行ったけど、だーれも行ってなくて、それでは諦めて帰ってきて、結局帰宅部で、計6年間、いたんだよな。手品研究会。そう、手品、手品持てるかなと思ったんだよね。手品に、その、理系の <laughs>、頭脳を投入して。持てなかったわ。失敗したわ。いっときゃな。いっときゃな。 言っときゃよかったわ。で、それの足で、えー、その日、もう今でも覚えてるよ、その、北大の聖教、地下の聖教みたいなところで、ノートパソコンみたいなの買って、別に買わなくていいんだけど、北大印のノートパソコン14万で買って、レポートをこれで書くんだみたいな、これ、モテるかみたいな感じで買ってさ、小脇に抱えながら毎日投稿して、で、せ 結局そのノートパスカー何に使ったかっていうとその後ラグナロクオンラインの露店を一日中起動するっていうそれだけそれだけに使ってた <laughs> ラグナロクオンラインの <laughs> エルオリ露店を <laughs> <laughs> エルオリ露店ずっと24時間ずっとエルオリ露店出してた <laughs> 当時のリササーバーのエルオリを買い占めてたのは僕です 毎日、フロンテラ南で、毎日入り口のところで、エルオリ原石買い占めて、その後塊にして売ってるのをやったボットは僕です。どうもありがとうございました。死ぬほど儲かったけどね。何百メガとも多かったけどね。まあ別にその何百メガを何回使ったわけでもなく、なんだっけな、ギルドの人たちに裏切られて結局どっかばらまいて終わっちゃったよ。